久保さん久保さんが50になって久保さんが60になった時にどういうやり取りしてるんですかね僕たちね <laughs> まあそれ結構楽しみですね <laughs> 久保さんが60になって僕が50ぐらいですかでまたやってるんですよねこれねどんなこと喋ってるんですかね <laughs> ちょっとそれワクワクしますね10年後何喋ってんのかなみたいな <laughs> 久保さん久保さんついに還暦すかみたいなねえそう ああ Z4 に,に関してはめっちゃ深く考えました、ここ直近で。だ最初はね、ランボルギー、まあ、この奥間調査合宿でもランボルギーに裏側のスパイダーの話ちょっとしてたんですけど、まあ、それと相対にして、絶対もうこれしかないっていうのを。でねまあ、決め手の要因は僕、僕 GTR34 が直六のターボツインターボなんですね。でその Z4 の I40 って、その M40。 のやつが直録同士で、直録の音めっちゃいいんですよね。とか、まあそう,そういうもう本当細かいこと、直録だと維持費だったランボルギーニーと比較しての維持費だったりとか、まあトータルコストだったりとか、まあすべてもろもろ考えてすべて深く考えた上で Z4 ですね。他のオープンカーもいろいろ見たんですけど、やっぱ Z4 ですね。で、あと BM に絡めたいっていうのもあるし。 だからもう結構僕の中で確定ですね。だ40万でですかね。僕は今すぐはちょっと難しいです。キャッシュフロー的には。うん。今すぐは厳しいので、まあ久保さんはね、まあまあまあ、もうゆとりあると思うんであれですけど、僕はちょっとまだ、ちょっと40までだなっていうところですね。この前、この前僕お、親に300万の買ったばっかなんで、ね、多分ローンもさすがにもう通らないかなと思うんですよね。なんで、まあローンが通れば買えますけどね。 うん、でも、今狙ってんのが、価格600万なんで、600万のローマはちょっとさすがに難しいかもしれないですね。やってみないとわかんないですけど。うん。だからまあ、ちょっと今年は僕は置きますね。だって今年買ったんで、車。<laughs> 親の。で、親の維持費も僕が持つので、うん。車の維持費全部。なんで、まあ、40までかなっていう。 だから39、今年十九でしょだから40歳になるまで、あと1年半、この1年ちょい、2年ぐらいであの頑張ります。うん、それは。うん、だ40になるまで、BM のオープンカーですね、はいうん。だからまあ、本当に欲しいか欲しくないかって、結構大事だと思います。だ僕も、やっぱね、 欲しいな、乗ってみたいなっていうランボルギーニ裏感のスパイダーは憧れというかあったんですけど、本当に実用的に乗りたいかってなった場合、ね、僕 GT-R でスーパー行くみたいな感じなんですよね。だもう本当に使う本当に乗る楽しむもうガンガン乗るっていうことを想定した場合、不便だなっていう。まあもう一番便利は軽自動車なんですよ。でも軽自動車なんだけど、 あの走りを楽しむっていうとこで言うならば、うん、軽自動車で走りを楽しむっていうのはちょっと難しいかなと思うんですよね、まあ、今の軽自動車すごいのであれかもしれないですけどただ直6の,あの馬力な,なんだっけなその BM の Z4 はあのデフォルト普通の段階普通のやつで350馬力ぐらい出るんですよあのチューニングしてなくてで僕の GT-R はチューニングしてて4 0 0馬力 500ぐらい、あ、430馬力ぐらい出るのかな。はい。だから、だからその Z4 もチューニングしたら、まあ普通に多分400馬力出ると思うんですけど、でデフォルトで350ぐらいで確か出るので。うーん。もうクソ早いんですよ。しかも <laughs>、しかも2シーターなんで、だからいろいろレビュー見ると、めっちゃなんか面白そうだな、みたいなそう。だからまあ、本当に欲しいかっていうのが大事ですね。なやっぱね、なんとなくはなんとなくに流れるんで、 うんだからもう明確的にこれだっていう絶対っていうのを決めるとあの手に入ると思います、まあ、よく僕が例えて話すのがあの吉野家僕、まあ、あの牛丼は吉野家って決めてるところがあるんですけどなんか今日の夜牛丼食べたいなっていうぐらいだったら流れるんですよだけど今日の夜絶対吉野家食べるって決めちゃうと多分その夜の夕飯は吉野家になってます 絶対今日の夜は吉野家食べる。吉野家の牛丼を絶対食べるって決めたら多分その日の夜は吉野家になると思います。絶対決めてるんで。わかりますでもぼんやり、なんとなく今日牛丼食べたいなと思ってるやつは流れます。まあそんな感じです。だから未来っていうのは久保さんもちょっと言ってましたけど、実は確定してるんですよね。それを絶対っていうふうに決めると確定するんですよ。だからその身近な例で言うとそんな感じです。 絶対今日はこれ食べるって決めたら、多分その未来は食べてるんで。わかりますただし、このラグ、あの、ラグがあるんですよね。だ吉野家は、吉谷さん、それは吉野家は安いし、まあまあまあ、それいけるじゃないですかって。じゃあね、あの、じゃあ600万の買い物とかはね、全然違うじゃないですかっていう話になるかもしれないですけど、うん、違わないですよ、プロセスは。プロセスは一緒です。ただ、金額が違うだけなんで。 わかかりりまますす。だからそこに時間ののラグっていうのはありますただしそのラグを埋めればいいんですよ。じゃあこのラグを埋めるためにどうすればいいかというと圧倒的にやるだけでございますね。いってらっしゃい。